はい、皆さん、毎度毎度説明不足ですいませんまあばちゃん先生ね説明不足でも何でも構わないや気にしてないや大学生のねお姉さんね昔は中学生だったんだよねあそれは当たり前だよねで髪の毛が全体に多いからすいてくれと で長さは3センチぐらい切ると、で3センチ切るときね、やっぱり7インチだとね、髪の毛多い子、結構空いてあって、天然射ーが入ってるんだよね、宿毛矯正かけてるからね、それでもやっぱり7インチだと結構かったるんだよねで、6インチの研ぎ込んだ短くなったシーザー使ったんだけどね、やっぱ短い方が楽だねあの、切削抵抗が軽いっての、サク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 切れてね、で、やっぱりほら、コバ立てないようにうちは研いでるから、ハサミをねだ、だから本当に切削抵抗が少ないっていうの、こばを立てて研ぐようなね、あの 研ぎ屋さんとかね、まあ、美容師さんとか床屋さんいるけどね、そうやって研ぐとね、濡れたティッシュとかは切れるかもしれないけどね、実際、人間の髪の毛っていうのは硬いからね、硬いものを切るときはね、薄刃がいいんだよね、あの大根切るときさ、やっぱり薄刃じゃないと切れねえんだよ、大根みたいにあ,あい硬いもの、まあ、中は柔らかいよ、大根ってのは、基本的に柔らかいけど、ああいうものを切るときは薄刃だから包丁っていうのは薄いんだよね、あれをレバー包丁で切ると、やっぱり切るというより、途中からぶっかくっていう感じになるんだよね。 で切りたいものにレバー包丁だと、相手が柔らかければいいのよ、魚とか肉とか、あれ柔らかいでしょ、肉っていうのは、ああいうのはレバー包丁でいいんだけど、硬い大根、人参なんかを切るときはね、薄刃で歯をね、滑り込ませていくっていうの、対象物に。若き日にね、あの研ぎ方を教わったような先生っていうのはね、誰に教わったかっていうと、若き日のベテラン先生だから、そういうベテラン先生っていうのは、当時のハサミっていうのはね、小刃を立ててね、結構、 竹ばさみみたいに研ぐのが主流だったんで、昔はね、今はもう紙する状態だからね、でそれを知らないで、いつまで、でもあの、あの小刃を立ててあの、鈍角にレバー包丁みたいに研いでるような方、レバー包丁っていうのは25度ぐらい角度あだ、だったらまだレバー包丁の方がいいよ、そうじゃなくて、そのせレバー包丁に研いだものの先端をね、45度ぐらいに最後落としちゃうからね、みんなね、ぜひ刃を立ててるってのを簡単に、ちゃっちゃってやって。 飲んでもって濡れたティッシュが切れるだろうとかね。そんなこと言ってね、自慢してるけど、それも実際、ハサミをぶっ壊してるってのよ。今のね、あのー、新素材のハサミっつうのはね、カミソリみたく薄切るのが主流だからね。それをぶっ壊してるっつうのあのー、角度をね、鋭角にして解くとね、歯と歯がかじるだろうってよく言うんだよ。おめえのそんなので歯がかじってどうしようもねえって。それはちょっとハサミのね、原理を知らない方がそういうことを言うんでやってね。<laughs> 申し訳ないけどね。ちょっと一から勉強し直した方がいいんじゃないかと。はい、お疲れ様でした。